アエロフロート8641墜落事故は1982年6月28日に発生した航空事故である。プルコボ空港発キエフジュリャールイ、国際空港行きだったアエロフロート8641便がピッチ角のコントロールを失い急降下した。機体は空中分解し、乗員乗客132人全員が死亡した。 この事故は約マイナス42で発生した初めての事故であり、ベラルーシ史上最悪の航空事故ともなっている。事故機のヤコブレフ約マイナス42は、事故までに795時間の飛行時間と496サイクルを経験していた。事故機には4人のコックピットクルーと4人の客室乗務員124人の乗客が搭乗していた。コックピットクルーは、 機機長と副操縦士、航空機関士ナビゲータータにより構成されていた。8641便は搭乗の遅れにより、帝国より1分遅い後9時1分にプルコボ空港を離陸した。10時45分にボルイースピリ完成の空域に入った。10時48分1秒、パイロットは降下の準備を開始したが、57秒後に緊急着陸の許可を管制官に要求した。 管制官は7800メートルのホールディングパターンを維持するよう指示した。パイロットは飛行経路を確認したが8641便からの更新は以降なかった。10時51分20秒を自動操縦により着陸に向けて降下を開始した。10秒後に突然スタビライザーが機種下げ位置の限界である2度を超えマイナス1 5 G が生じた。 自動操縦は、スタビライザーを調節し0.6度まで戻した。しかし、パイロットが機体を水平にするため操縦管を3秒間、引いたため、自動操縦が解除された。機体は急降下を始め、10時51分50秒に、深くが50度に達した。機体には 2G を超える力が働き、空中分解し墜落した。機体の残骸は、 首都圏から南西 12km 地点で発見された。6.5×3.5km の範囲に残骸は散乱しており、乗員乗客132人全員が死亡した。約マイナス42のスクリュージャッキの構造に欠陥があり、疲労亀裂が生じたことが判明した。原因として、不適切なメンテナンス及びスタビライザーの制御装置が基準を満たしていなかったことを挙げた。 スクリュージャッキの図面にサインをした3人のエンジニアが有罪判決を受けた。スタビライザーの突発的な動作は構造不良により 42M5180 から42ネジが疲労により破断したことが原因だと述べられた。この事故を受けて約マイナス42は前期が設計が修正されるまでの間運行停止となった。ありがとうございます。